ただいま、とわんこです。チャンネル登録とグッドボタンいつもありがとうございます。今回は皆さんに馴染みがあるあのカード、SD カードをご紹介したいと思います。昨今の SD カードわかります？切手ほどのカードにいろんな情報が詰めすぎなんですよ。あ、容量の話ではなくてこの部分です。ざっと製品名や容量は良いとしても、SDXC、UHS-1、V90、10、U3 など、なんのこっちゃですよね。しかしながら昨今の今の機器は 4K、8K 映像という大容量の保存や転送ができたり、ドライブレコーダーなど常時容量を流している高耐久設計だったり、またスマホなどの写真やテキストなど軽め用だったりと、製品機器に合わせて SD メモリーカードも多岐にわたって進化しているようです。そんな多種多様に広がる SD カードの意味をご紹介したいと思います。最近はデジカメのメモリーカードの挙動が怪しくなってきたので、今回改めて新たに SD メモリーカードを購入しました。 SD カードとはスマートフォンやデジタルカメラなどのデジタル機器で広く使われている記録メディアです。 SD カードはそのサイズから SD メモリーカードとマイクロ SD メモリーカードに大まかに分けられます。例えばデジカメなどは SD カード、スマホなどはマイクロ SD が主に使われており、それぞれ機器に合わせたカードが使われています。今回ワンコが購入したのはサムスン電子の EVO プラスの 128GB です。こちらは SD メモリーカードの方で、マイクロ SD メモリーカードではありません。マイクロ SD カードを購入しても良かったのですが、アダプターを取り付けなければならず、また取り付けると速度の低下も考えられたりするので、デジカム専用として SD メモリーカードを購入しました。さて、パッケージにもいろんな表示が書かれていますが、ここではカードの表面にある表示を元に説明していきたいと思います。まず最初に上からサムスン、こちらは会社名ですね。そしてその下に128、これはカードの記憶容量を表していて、容量が 128GB あります。容量はワンコは 4K 動画の撮影を見据えて 128GB を購入しました。あくまで目安なんですが、 4K 動画だと2時間半ほど撮影ができます。またフル HD 動画や写真も十分に撮影できるカードです。そしてその隣に EVO プラス4クリエイターズとして製品名が書かれています。そしてその下ですが、小さく薄い文字なのでちょっと読みにくいのですが、それぞれスペックが表示されています。こちらカードの規格が SDXC、 デジカメなどの対応機器に SDXC と表示されていれば上位互換なので、 SDXC はもちろんのこと、SDHC も SD も使用できます。近年では SDUC という 2TB から 128TB までの SD カードがアナウンスされているようです。次に紹介するのは UHS バスインターフェースです。 SDXC の隣に小さくローマ字数字で1とありますが、これは UHS-1 という意味で、ウルトラハイスピードの略語です。 UHS-1 とは2010年に発表された規格で、簡単に言えばバスクロックを上げて転送速度を引き上げた規格で、その最大速度を保証するのがこの UHS インターフェース、もしくはバスインターフェースと言われるものです。 UHS-1 もしくは1で表記され、転送は最大 104MBps を表しています。また UHS-2 ももしくは2で表記され、転送は最大 312MBps を表しています。このインターフェースですが、同じ規格のスピードクラスとごっちゃになりやすいので注意が必要です。
次に U3 といったものが表記されていますが、これは UHS スピードクラスと言われる規格の表記です。さっきの UHS インターフェースは最高速度を表示していますが、こちらは最低速度保証を表しています。 UHS スピードクラス1は最低保証速度 10Mbps、 UHS スピードクラス3は最低速度保証 30Mbps となっています。ただし UHS スピードクラスの規格に対応していないとスピードが適用されません。任天堂スイッチなどは UHS-1 には適用していますが、 UHS-2 の規格には対応していません。なので UHS-2 用の SD カードを使用しても UHS-1 の規格 10Mbps に落とされてしまいます。また古い機器などで UHS スピードクラスが両方とも対応していない場合は、次に紹介するスピードクラスの転送速度となってしまいます。このサムスンの SD カード表面には書かれていませんでしたが、パッケージにはしっかりと記載されていました。これはスピードクラスと言われるもので、データの書き込み最低保証速度を表しています。 G10 と書いてある表示はクラス10を言い、最低 10Mbps の転送速度を保証するという意味です。同じくクラス4は 4Mbps、クラス6は 6Mbps となります。なおカードにクラスの記述がなければクラス10ほどの速度です。 UHS スピードクラスやスピードクラスは策定が古く、カードの転送速度も上がってきていることから、今後は次のビデオスピードクラスが転送速度を測る指標となりそうです。カードでは V30 と表記してあるのがこのビデオスピードクラスです。高画質な動画を撮影する機器向けに策定された規格です。 V10 なら 10Mbps、 V90 なら 90Mbps と最低転送速度を保証するという意味です。 4K や 8K など膨大なデータ容量を取り込む速さも容量以上に重要な部分なので、解像度の高い動画を撮影される方は必須の表示項目です。さっきにも言いましたが、今後の速さの指針となるものなので、特にこのビデオスピードクラスは覚えておいて損はありません。大事ですね。次にカードには 130Mbps と表示されていますが、こちらは SD 規格ではなく、メーカーが出した最大値の読み込み速度です。130Mbps なので、1秒間に最大 130MB のデータを読み込む転送速度を表しています。130Mbps ということは、写真1枚あたり 10MB とすると、1秒間に約13枚転送できるという計算になります。ただしあくまで理論値なので、パソコンのスペックや機器本体に依存するので実際は遅くなります。さっきの UHS スピードクラスやスピードクラスでは最低速度の保証を示していますが、この表示は製造会社が出したカードの最大値の読み込み速度、または読み込みと書き込み速度を表示しています。あんまり当てにならない数値なのでスルーでいいのかもしれません。お次はアプリケーションパフォーマンスクラスです。カードには記述はありませんが、他のカードだと A1 か A2 などの表示があります。これはスマートフォンやタブレットで SD カードにインストールされたアプリケーションの実行やデータ保存を快適に行うための規格です。 A1 や A2 があり、最低速度はどちらも 10Mbps、 A2 は機器が対応していればより効率よくデータ管理が行えます。スマホやゲーム機にこの A1 か A2 が記載してあれば、 SD カードを購入する際は同じくこの A1 や A2 の表示がある SD カードを購入すると、保存も実行もスムーズにいくかと思います。そして忘れてはならないのは、脇には書き込みを物理的に防ぐロックがあります。
画面上ではロックが解除してあり、スイッチを下げることでロック状態になります。何か大事なデータがあるときなどはデータの上書きを防ぐためにもロックをかけておくのも良いでしょう。SD カードは書き換え回数に到達すると寿命が尽きてしまいます。これを書き換え寿命と言い、このことから SD カードの平均寿命が2年から3年ほどで使用できなくなってしまうようです。 SD カードは書き換え回数が決まっており、それには4種類のメモリータイプがあります。 TLC は1000回、 MLC は1万回、 PSLC は2万回、SLC は10万回とタイプによって書き換え回数が異なります。安い SD カードなどは TLC タイプが多く、書き換え回数が1000回と短いので寿命が2年から3年と言われるゆえんです。近年書き換えが頻繁に行われるドライブレコーダーや防犯カメラなどは、書き換え回数が多い MLC やPSLC タイプの SD カードを推奨していたり使われていたりします。また最上位カードの SLC は産業用として使用されているため値段的に高いのがネックですが、書き換え回数が10万回なので耐久性も良く、非常に安心できるメモリタイプです。ただ現在では SLC よりも PSLC タイプの方が高耐久でそこそこ安く提供できるとあって人気が出てきています。ただパッケージやカードにメモリータイプまで記述していない会社も多く、なかなか見極めるのは大変です。今後 SD カードを購入するなら、転送速度のほかメモリータイプも重要な判断基準となりそうです。一般的にデータの保持期間は5年から10年と言われていますが、種類や経年劣化、保管状況によっては1年でデータが消失することもありえます。 SD カードを保存用として考えて通電とデータの書き換えをしないでいると、通電でデータが消えてしまうので、あくまで SD カードでの保存は一時的なものと考えて、ハードディスクやクラウド上にバックアップを取っておくと良いと思います。大事よ。ワンコの個人的見解としては、機器とカードの規格を確認、スピードクラスは転送が遅い C2、C6 は注意、 C10 の表記があるかを確認、カードに記述がない場合は C10 なので OK、UHS 規格は利用機器とともに確認し、最大最低速度を見極める、動画を撮影するならビデオスピードクラスを重視、フル HD なら U1、V10 以上、4K 動画なら U3、V30 以上が安心です。読み込み速度は実際にそこまで出ないと思うので、参考程度で良いと思います。用途によりどの規格を重視するかで変わってきますが、まとめるとこのような図になります。というか SD カードの規格ももう少し分かりやすくまとめてほしいですよね。今後の規格はビデオスピードクラスを基準にするようなので、スピードクラスの記述は表示されなくなるようです。また PSLC のような書き換え回数もどんどん上がるような技術が出てきており、メディアタイプとして新たな記述も増えつつあります。規格がごちゃごちゃと乱立することは、それだけ進化が早い SD メモリーカード、今後の SD メモリーカードに注目ですね。